はい、タバコの喫煙動画始めていきたいと思います。今日はまたしてもハイライト。ね、値段が確か400、いくら？ 450 円ぐらいだったっけ？タールが17の、ニコチンが1.4です。ハイライト美味しいんだよね。ハイライトの、メンソールとか大好きなんですけど、あえてこの普通のやつを買いました。経験しちゃおう。あ、やっぱロングピースよがうめえわ、これ。ハイライト。あ、450円です。ああ、やっぱね、香りがね、全然ね。このラムの、ラムチャッコ、いいね。ゴールデンバットを思い出すわ。ゴールデンバット吸ってねえけど。なんかあれなんだよな。ゴールデンバットの、あのうまさって、やっぱ両切りの、頃がものすごい。美味しかったな。まあね。まあ。なんか荒々しさみたいなのが良かったんですよ。ゴールデンバットの。両切りの。なんかあんまりさ、いい葉っぱ使ってないとかさ、よく言われてたんですけど。若葉、同じ、タバコ、三級品に比べたら若葉の方がよっぽど臭いですよね。若葉のあの臭い、あの味な。でもそれはそれで若葉は若葉ですげえ、オリジナリティがあったよね。なんかとんでもない畳の、畳を燃やしたようなすげえ青臭え、あの香りな。それに比べれば、ゴールデンバットクソうまかったな。しかもあの値段ね、あの安かったね。当時、俺が吸い始めた時多分、250円ぐらいだったね、多分。おそらく。昔は200円とか180円ぐらいだったよね。確かね。まあ、販売終了して、フィルター付きになってからものすごいまずくなって、もう吸ってないですけど、いわゆる販売終了した
タバコって、特に俺が吸いたかったのはチェリーですね。チェリーが吸いたかったな。まあ、あれは、俺が発売された時はもう二十歳未満だったんで、まあ、吸えなかったんですけど。もうなんかみんな言いますよね。チェリーうまかったとか。チェリーうまかったとか。あとは、多分日本で発売してないかもしれないですけど、キャメルのね、昔両切りがあったらしいんですけど、キャメルの両切りとかね。あれも吸いたかったなぁ。JT、あれだな、再販しねえかな。チェリーとキャメル、再販しねえかな。無理だな。無理だな。多分絶対再販しないと思う、さすがに。まあ、あとあれだな。北海道で限定発売するっていう、ゴールデンバットのハマキリ、シガリロ、リトルシガーね。まあ、あれにちょっと期待ですかね。あれに期待して、まあ、多分、東京でもおそらく、北海道限定ってなってますけど、まあ、多分売ると思うんで、それで思い出したけど、あれだな、沖縄のタバコのバイオレットとウルマ、あれがもう販売終了するって聞いたな。バイオレットとウルマが確かもう終売するんじゃなかった。確かね。まあ、言うてあれも沖縄の限定ってなってるけど、普通に東京都のね、売ってるからな。普通に売っとるからね。まあ品揃えのある多い店じゃないと売ってないけど。ウルマ、バイオレット。おそらくもう終売したんちゃうか。違うわ。バイオレットが販売終了したのか。一応ウルマは売ってるらしいね。バイオレットは、バイオレット廃止です。ウルマはね、非常に吸いやすいやつですね。バイオレットはなんか、すんげえ、香りがものすごい、ものすごい、変な香りがする。すげえ変な味するんだ。まあ俺最初バイオレット吸った時あったけど、すげえ昔に10年ぐらい10年ぐらい前に吸ったことあるけど、
あん時と最近吸ったのではだいぶ味違ったなと思いましたね。なんか今のはね、ものすごいね、あれ何の香りだったっけ？花の香り？なんかすげえ、なんか、なんつうの、あの香りな。美味しくなかったですね。あれ何の香りだったっけな。とにかくなんか花の香り、みたいなのがすげえ強くて、ぶっちゃけうまくなかったですね。まあ、ウルマは残るってことですから、ウルマは特にまずいってこともなければ、まあ、うまいってこともないけど、まあ、吸いやすくて、ちょっとマイルドな感じですね。うん。まあ、一般的にはその、そっちの方が多分売れるんでしょうね。うん。ということで、ハイライト4つ星、ご視聴ありがとうございました。